はい皆さんこんにちは今日は先日公開しましたチャット gpt 4 o これを使って効果音これらを作れるという動画が案外人気で皆さん見てくれましたのでその続編ということでやっていきたいと思います主に作るというよりもサンプル音源を与えてそれで加工なんかができるか というようなところに的を絞っていきたいと思います冒頭に言っておきますがまだまだ僕は100点と思って皆さんに紹介しているのではありませんうまくいくものもうまくいかないものもありますのでその辺のところうまくいかなかった例もちょっと一つ二つ見せますのでそこらのところも検証しながら誰でも簡単にやれますので 皆さんの方でも実践をして試してみてくださいそれでは先日と同じように時間の関係もありますので僕が先にやったものを何個か見せますこれは波の音でですす。が、一定ののの大きさのノイズだけですこの音を任意のパターンでいいのでエンベローブを変えたりして5つの違うワブに変えてダウンロードできるように作ってくださいこういうふうに言いました。 この元の音というのはどんな感じかと言いますとこんな音ですこんな感じの一定のノイズのような音です波の音とは言い切れないような音ですけれども5つのパターンを作ってくださいと言いましたらこうやって計算をしてですねこんな風に Python でプログラムを組んでくれて そして5つのパターンこれを出してくれましたちょっと聞いてみましょうこれはちょっと音が大きくなっただけという感じでしたねじゃあ次はい このようにフェードアウトをしたりしてくれました一番最後のランダムなんとかというのも聞いてみましょうこれは元音とあんまり変わらなかったという感じですけれどもこのようにプログラムをしてモジュレーションモジュレーションというのはビブラートのように 震えるようなそういう効果であったり、ボリューム感とかを調整してくれて、こんな風にしてくれました。ここでもっとダイナミクスをつけて、押しては寄せるような感じを一つ作ってと言いました。はい。こうやって作ってくれましたが、僕の方は音量差がついていません。もう少し波打つようにという風に言い直しました。ほとんど変わってなかったからです。またじゃあ、こうやって。 考えました。そうしましたら、これを作ってくれました。これ聞いてみましょう。いいじゃないですか。こういう時はね、おー、いい感じです。というふうに褒めます。 そうしましたらここでメモリーの更新もしましたねはいいい感じだということでこの部分を覚えようとしたんでしょうか英語でばっかり変ってきてたのでここで会話は日本語でよろしくというふうに言いました次は違うサンプル音源を送りました完成と拍手というやつです前回説明した時は MP3 ではうまくいかなかった というようなことを言ったりもしたんですけれども、今回は MP3 を投げても分析ができるようになっていました。この元音というのを聞いていただきます。はい、こんな感じの音です。こんな効果音というのは、今回は今画面に出しましたように効果音ラボさん、 というところからお借りしました。無料で使えるので、とっても親切な効果音ラボさんだと思います。皆さんもまたよかったら、こちらの方からダウンロードしてみましょう。この音は完成と拍手です。これを3回繰り返して、ワブにしてという風に言ってみました。そうしますと、これを作ってくれました。完成と拍手繰り返しというのですね。じゃあやってみましょう。 はい、2回目ですはいこんな感じに繰り返しができるということですのでこれなら動画編集ソフトなどにつけたりするのも便利かも分かりませんまあ動画編集が得意な人はリピートを3回すればいいというような話になるんですけれどもまあこれも一つの事例ということで覚えてください 次、ちょっと難しいことをやりました。今度はリピートはいりませんが、前半のボリュームを強めにして、さらに全体をストレッチしてください。いわゆる1.5倍ほどに長くしてほしいということを言ったわけですね。そうしましたら、これはちょっと失敗例です。まあ、その失敗例も聞いていただきましょう。はい。 なんかもう音が破綻しておりますよね。やっぱりストレッチというのはまあ簡単ではないです。それは初めから分かっていましたので、ストレッチというのはうまくいかない。これも一つ覚えてください。そしてそこで僕はなんかうまくいっていません。ストレッチは難しいのかなじゃあ前半だけを強めに徐々にフェイドしてください。こういうのはできると思うんですね。はい。では聞いてみましょう。 いい感じですね。これも DAW とか音楽制作ソフトを使える方はそんなに難しい話ではないですけれども、でもこれを動画編集ソフトなんかですると言うとちょっとめんどくさいですよね。ですからこういうのも便利な一つの事例だと思います。そして次はまた失敗例です。今回完成と拍手のサンプル音を添付しましたが、 ない場合でも GPT は作れますかと言いましたら、もう乗っけから作れないような返事が来ました。ですから、いえいえ、昨日はガラスの音や車のエンジン音を作ってくれましたよ、あなたが。というふうに言いましたら、そうでしたね、おっしゃる通りです。音声を生成するために特定の音声交換音を合成することができます。というふうにやってみますと言ったんですが、 でも全然うまくいかなかったです。いかなかった例も聞いていただきましょう。これなんか波の音じゃんっていう感じですよね。こういうように難題を言ってみるとですね、なかなか難しいといわゆる2つの音が重なってならないといけないので、ここらはまだもうちょっと AI が賢くなってもらわないと 対応ができない事例です。それではずっと実験結果を見せましたが、今度は皆さんの前でこれをやっていきたいと思います。例えば、パフというようなクラクション音ってありますよね。これ聞いてみてください。1回のパフです。はい。こんな感じで1回だけパフとなって繰り返しというのにしてますので、 何度も繰り返しましたけども、パフという風になりました。これをですね、パフパフパフと3回ぐらいやってもらいましょう。じゃあ、これをアップロードします。 はい、これはクラクションの音です。パフ、それを三回繰り返した音が欲しいというふうに言ってみました。このように Python でプログラムを組みます。時間がかかっているのはエラーが出ているようです。はい、短すぎたのか、前回のテストと同じでですね、MP3 が問題だったのかもわかりません。 そういう時にはこんな便利なサイトもあります。ファイルを MP3 から WAV ファイルに変換してくれるそういうようなサイトです。ここに投げかけてみましょう。このファイルをここにアップロードします。こんな大きなプラスマークみたいなものが出てきます。このようにしてドラッグドロップします。出力の形式を WAV ファイルにします。 そして変換します。小さいのでそんなに時間はかからないと思います。ダウンロードをします。保存をしました。そうしましてもう一度やり直しをします。パフをこのようにドラッグドロップします。先ほどと同じように言いますのでちょっと打つのがめんどくさいですので、はい。これをコピーします。はい、貼り付けます。そしてやってみましょう。 はい今回もちょっとうまくいきませんでしたねそうしましたらもう一回ニューチャットにしてやってみましょうはい今度はいけたようですねやはりこんなこともあるということで皆さんも覚えておいてくださいチャット GPT を再始動新しいチャットですねそういうふうにするとこのようにできましたちょっと聞いてみましょう本当にうまくいってるのかということですね はい。できましたね。よかったです。このように、もしエラーが出ても、根気よくやってみるというのも確かですね。じゃあ、ちょっとこれはできるかどうかわからないですけれども、一度もっと難しいことを言ってみましょう。では、この音で、ドレミファソラシドの音階にしてください。ちょっと難しいですよ。はい。行きましょう。作り方もちゃんと書いてくれましたね。 ドレミア・ソラシドの音階にするためには各音階に対する周波数に音を調整する必要があります。まず元の音を各音階の周波数にピッチシフトしドレミア・ソラシドの順番に並べた音声ファイルを作成します。以下の手順で進めます。元の音を読み込む。2各音階に対する周波数にピッチシフトする。 3ピッチシフトした音を連結して新しい音声ファイルを作成するこのようにやってくれるということです。Python の方ではピッチシフトもできるということですねじゃあやってみましょうこんな感じに。 音階を作ることもできます。ということは音楽も作れるというようなことです。僕はなんでこんな実験をしてるかと言いましたら冒頭にも言いましたように100点でないことは重々分かっています。それであってもこれの先にあるものというのは DAW のような音楽を作れる基本になっているというようなこれからの未来の音楽制作の 一旦と言ったらいいんでしょうか。そういうことの可能性が見える。これに僕は着目してですね。テキストプロンプトから音作りができる。これは将来がとっても見えた。そんな気持ちでウキウキしながら皆さんと共有していきたい。そんなふうに感じています。では今日も長い時間聞いていただきありがとうございました。まったねー。